アりがとうごこんにちは、ゆずこです。これそれでは今回なんですけども、マイナンバーカードのマイナポイント25%還元は2020年9月からスタート。PayPay ペペや Suica などが対応ということで、ちょっと昨日からですね、まあ、ちょっと話題になっていたマイナンバーカードの還元制度、マイナポイントについてお伝えしていこうと思います。 ちなみに以前僕のチャンネルでも簡単ではありますが動画で解説をしていますのでまだ見られてない方はそちらもチェックしてみてください。リンクを貼っています。まあ、せっかくなので追加情報とおさらい方でサクッとお伝えしていこうと思います。まあ、現在は政府主体で行っている皆さんご存知の方も多いと思います。キャッシュレッション還元事業という取り組みが実施されています。まあ、これは経済産業省が行っていて期間は2019年の10月から始まりまして来年の2020年の6月まで行われます。 そして今回はお題でもあるマイナンバーカードのポイント還元制度マイナポイントですが、まあ今日のネットニュースを見る限りは2020年の9月から2021年の3月までの間に実施がされるということでした。ちなみにこれは経済産業省からバトンタッチをして総務省がこの取り組みを行います。で、このマイナポイントの仕組みなんですが、こちら総務省のページから引っ張ってきまして、まあイラストをパッと見ても何とも言えない感じなんですけども、一応今上の部分の赤枠の部分から見てほしいんですが、まず国がこの部分で で、次に僕たちのような利用者がマイナンバーカードのマイキー ID というのを事前に取得して、そうするとここで2万円に対して25%に当てる5000円分がマイナポイントとして還元がされるということですね。まあこれまで以前の動画でもお伝えしていました。そして気になるそのマイナポイントの還元のされ方というのがパターンが2つあります。 ま、還元のされ方で用いられるのが今使っているスマホ決済や電子マネーということですね。まあ、ちなみに今回のネットニュースなどを見る限りは12の決済サービスが参加予定となっています。 まず、電子マネーでしたら、スイカやワン。あと、スマホ決済でしたら、ペイペイやラインペイ、楽天ペイなどが入るということですね。そして、この還元を受ける以前に、必ずマイキー ID というのが必要となります。このマイキー ID は、マイナンバーカードがあればいいんですが、ペラペラのマイナンバーカードのあの、通知カードでしたら使えませんので、これはお気をつけください。そして、マイナポイントの還元のされ方ですが、こちらも公式ページから引っ張ってきました。まず、この電子マネーの還元のされ方なんですけども、まず最初、この赤い矢印が入っているところですね。この この部分でまず最初はマイナポイントに申し込みをするという必要があります。ここでマイキー ID が必要となりまして、そして専用ページでログインが完了した状態となったら、2番目にチャージに対してプレミアム分が付与されるということになります。なので IC カードなどで電子マネーの場合はここでプレミアム分の還元がされる流れですね。あとはそれも含めて通常通り決済をするという流れになります。まあこれが電子マネーでの1年のマイナポイントの流れですね。 次に PayPay ペイペイなどの、まあ、スマホ決済の場合ですね。まあ、こちらも先ほどと同様にスマホ決済のアプリからマイナポイントの申し込みを行います。ここもマイキー ID が必ず必要です。そして申し込みが完了した状態でいつものようにご自身のスマホを持ってお店で決済をすると。そうするとお買い物した後に利用金額に応じて今回のプレミアム部分が付与されるという流れになりますね。なのでちょっとまとめると決済指導によっては Suica などの電子マネーの場合はチャージでプレミアム部分が還元されると。 ペイペイなどのスマホ決済の場合は決済後に付与されるということになりますそして冒頭にもお伝えしました還元率ですが2万円に対して25%の5000円がもらえるということでしたが現在総務省のページを見たらこちらですねポイントの購入条件購入対象者プレミアム率ポイントの利用環境やと有効期限と具体的な内容は現在検討中です今後順次皆様にお知らせしてまいりますという記載がありましたのでまだ還元率含めて 若干決まってないような様子ですね。なのでまあここに変更点などがありましたらまたその時は動画にしたいなと思います。 まそんなことで今回はマイナンバーカードを活用したポイント還元制度マイナポイントについてお伝えさせていただきました。まあこれに関してはとやかく言うつもりはありませんがやっぱりこう一言だけ言いたくなるのはポイント付与でマイナンバーカードを普及するのは構わないんですけどもやっぱりこうもっと効率よくマイナンバーカードを使ってほしいなっていうふうにはやっぱり個人的には思います。まあ僕としたらちょっとでもお得になるなら使おうかなっていうふうには今検討しているところではありますね。あとこれに関しては以前の動画でもちょっとお伝えしましたがもしこの制度を利用 しようかなと検討してらっしゃる方がいらっしゃいましたらなるべく早めにマイナンバーカードを発行しておくことをお勧めしますまだあのペラペラの通知カードを持っている方もいらっしゃると思いますがこの制度が始まる日が近くなるとほぼほぼはまあ発行に時間がかかる可能性も考えられるのでまあなるべく早い方が後で助かるかもしれないですね一応あの下の概要欄に今回参照したリンクそしてマイキー id についてのリンクも貼ってお おきますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。